整った頃でしょうか。先ほどご紹介させていただいた星野雄也さん、本日のスペシャルゲスト、ね、このあとお一人お迎えしてからの登場となります。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。さあ、ステージ準備が整ったということで、次の方ご紹介させていただきます。音楽の盛んな四日市のミュージシャンの中でも重鎮だと伺っております。私もお邪魔させていただきました。四日市の方でミュージックバーラストワルツを経営されています。とてもおしゃれなところで、よくね、いろんな方が、はい、ライブされています。星野さん、そして小坂さんたちも明日またこちらでライブがあるということで、また後ほどね、いろいろご紹介させていただきたいと思います。ご紹介しましょう。ロックからブルースまでどんなものでもやっていただけるということで、昔は流しもやっていた筋金入りのミュージシャンです。南野健二さんです。どうぞ。南野健二です。どうもよろしく。原田芳雄さん、松田優作さん、ご存知でしょうか。それから、藤達也さん、それからエディ・バンさん、この人たちが、作って歌った歌があります。特にあの藤達也さんが作詞っていうのは珍しいですね。横浜、そしてここは名古屋、横浜の名古屋スティー本気トンクブロース聞いてください。
なんだ一緒に行くと恥ずかしいな、また今度な。どこまで歌ったか忘れちゃった。ホンキとブルース、ギターランのケンちゃんベイビちょっと後からね。ホンキチョー